オリビア・ワイルドはアメリカ合衆国の女優、映画監督。ニューヨーク州ニューヨーク出身。父親はロンドン生まれのアイルランド人のジャーナリスト。母親はプロデューサー及びジャーナリスト。ブライズ・ヘッド再びなどの著作で知られるイギリスの小説家イブリンウォーとは血縁関係にある。ジャーナリストとして著名だった祖父をはじめ親戚にジャーナリストが多い。 ワシントン DC の高校に在籍していたが、フィリップスアカデミーに編入。卒業後、アイルランドダブリン市内の演劇学校で演技を学んだ。2004年にテレビシリーズ、ザ・オーシーのアレックス・ケリー役で注目を集める。2007年から、テレビシリーズ、ドクター・ハウスに、通称13番こと、レミー・ハドリー役で出演。2008年の、マキシム氏による、 2009年のハリウッドを引っ張っていく、ホットで若いセレブ8名の一人に選ばれたり、ティーンチョイスアワードにノミネートされたりした。2009年のマキシム氏による、セクシーな女性100人の1位に選ばれた。2019年、ブックスマート卒業前夜のパーティーデビューで、映画監督デビューを果たし、批評家から大絶賛された。国籍は、 アメリカとアイルランドの二重国籍。芸名のワイルドはオスカー・ワイルドに由来する。彼女は彩色主義者である。2003年6月7日、19歳で映画制作者及びフラメンコギタリストのタオラスポリと結婚。国費結婚だったのでバージニア州ワシントンの乗り捨てられたスクールバスの中でひっそりと指揮を挙げた。 2011年2月8日に妥協できない不和を理由に、ロサンゼルス軍上級裁判所に離婚を申請した。二人の間に子供はいない。2012年から俳優のジェイソン・サダイキスと交際し、2013年に婚約した。そしてサダイキスとの間に2014年に男児を、2016年には女児を出産し二児の母親となった。ありがとうございます。